レミゼラブル少女コゼットは2007年1月7日から12月30日まで BS 富士で毎週日曜19時30分20時に前後1 2話が放送された日本アニメーション制作のテレビアニメ世界名作劇場の第24作目にあたるとともに BS デジタル放送でのテレビシリーズの第一弾にあたる原作はレミゼラブルシリーズ前作 家なきこレミ終了から約10年の空白期間を経て、放送形態を地上波放送から BS デジタル放送に移す形で制作されたテレビシリーズの完全新作である。また、本作品により制作体制もデジタル制作に移行し、シリーズとしては初めてハイビジョンでの放送も行われた。本作品の舞台は19世紀前半のフランスで、 シリーズ中最も古い設定年代となる。また、初回から最終回までの作中での時間経過も15年と、非常に長く、シリーズでも過去最長である。物語終盤では、大幅な改変があるものの、基本的には原作に準拠した内容であることもあり、ジャンバルジャンの葛藤やファンティーヌの落ちぶれ、ゴルボーや式事件、ABC の友の革命など、 世界名作劇場としては珍しく、シリアスな場面が多数盛り込まれており、特に物語後半にその傾向が顕著に現れている。そのため、シリーズ中最もドラマチック性が高い作品に仕上がっている。1980年代からシリーズのスポンサーを務めたハウス食品が、 本作品でも引き続き間スポンサーとなっているが、提供体制は地上波テレビシリーズの末期と同様に複数者提供となっており、本作品ではバンダイとインデックスミュージックがスポンサーとして参加している。世界名作劇場のオープニングキャッチ部分のロゴタイプが1993年放映の若草物語なんとジョー先生の 第32話以前の形式に戻り、明朝からだから、再び丸シック体に変わったが、ハウス食品の左にロゴマークが新たに追加された。原作は、長編のため、前編を通して、原作小説にほぼ忠実な内容であるが、本作品では原作を尊重しつつも、原作発表から長い時間が経過していることから、放送当時の視聴者に合わせるために原作を、 部分的に改変している。そのため、原作にないオリジナルの登場人物や展開、エピソード、設定なども加えられている。原作とは異なり、物語の終盤において、アニメでは主要人物の大半がハッピーエンドで集結されるように改変されたことも、あって、原作と同じく物質的、精神的な貧困の描写を、主とした原作を受けて、本作品では、 人々が生きるべきありさままで踏み込んで描かれている。少年少女を主役にするという世界名作劇場のこれまでのパターンを引き継ぎ、主人公はジャンバルジャンからコーゼットに変更されている。主人公変更の理由としては、ジャンが主人公だと重くなりすぎるためとされ、コーゼットと彼の繋がりを軸にした物語に再構成された。原作ではプチピクピュス修道院の女性教師のような、 競母は、メール、サンプリスのような一般修道所は、スールと表現されているが、本作品では、修道場をすべて、シスターと表現している。原作通りの年代設定の場合、ポンメルシーの死やワーテルローテの破産が原作より1年以上遅れている。ポンメルシーが亡くなり、ワーテルローテの破産が判明したのが原作では1827年で、ある。 オリジナルキャラクターが数多く登場しており、アランやプチピクピュス修道院の寄宿生らは原作には登場しない。一方では、マリウスの鳩子、テオデュール・ジル・ノルマンなど原作に出てくるが、本作品では省略されているキャラクターもいる。原作にはない、またはほとんど記述されていないアニメオリジナルのストーリーもある。2から11話のコゼット側のエピソードの大部分や20話の 修道院生活はほとんどが原作のわずかな記述を膨らませたエピソードとなっている。23.27話や49話のコゼットがファンティーヌのことを知るためにモントルイ・ユシュルメールへ旅行に出る展開などは原作にない完全にオリジナルエピソードである。各登場人物の原作との相違点は登場人物を参照。ワーテルローの戦い。本作品ではテナルディエが ポンメルシーを助けた戦いとして言及されるブルジョワのオール・イ・フィリップ。本作品では彼の制作が否定的に描かれている。1814年から始まったフランス復興王政時代と1830年から始まった七月王政時代が物語の舞台となる。1815年皇帝ナポレオン一世は追放先のエルバ島からパリに 期間、再び権力を握るが、ワーテルローの戦いで敗れて、完全に失脚、セントヘルナ島に追放された。ナポレオン没落後は正当主義にのっとりウィーン会議で、決められていた通り、ルイ16世紀の弟で、ブルボン家のルイ18世が国王として君臨する。ルイ18世の側近は、白色テロを起こし、3年間9000人以上を逮捕した。しかし、 それ以後は国民に温和な政策を取ってきたこともあり、平和で安穏とした日々を送れるようになっていた。1824年、ルイ18世が没し彼の弟で、反革命派、反ナポレオン派のシャルル10世が即位する。1829年頃には、農作物の不作や不況で経済が行き詰まっており、人々の不満は日増しに高まっていった。しかし、 シャルル10世は絶対王政の復活を志し、政府は国民の不満に真面目に向き合おうとしなかった。その結果、1830年7月27日、国民の放棄によってフランス7月革命が勃発、7月30日にシャルル10世は退位イ,イ,イギリスに亡命した。その後、ブルボン家の支流、オルレアン家のルイ・フィリップが新国王となった。しかし、 ルイ・フィリップは富裕層を優先した政策をとり、労働者や農民の不満が高まる。さらに、産業革命が始まったことにより多くの人々が大都市へ流れてきたため社会構造が変化し、貧困が社会問題化する。追い打ちをかけるように、これらの大流行が下級階層の人々を苦しめた。社会保障や社会権の概念がほぼないに等しいこともあり。 社会的な弱者が生きていくには大変厳しい社会だったと言える。第20話の後半にて、あと2836年に出版されるはずのアンデルセンの人魚姫が1829年頃に成長したコゼットが年下の子供たちに人魚姫を読み聞かせるシーンがあるなど年代が矛盾している点がある。舞台はフランス革命以降。 未だ混乱の中にある19世紀前半のフランス。物語の経過ジャン・バルジャンの過去は2.4651.52話で、それぞれアラン、ジャベール、マリウス、コゼットに語られる。原作の第一部、ファンティーヌの第一章、第二章にあたる。ジャンは、貧しさから、老いとめのためにパンを一切れ盗んで警察に、逮捕される。はじめは、おいめのため、後には、 本来の目的を見失いつつ、脱獄を繰り返した結果、19年もの長きにわたり、服役生活を送る。出所後も、前科者として、お金を持っていても食事を取ることすら断られるほど、世間に礼遇され極度の人間不信に陥っていた、ところをミリエル司教に救われた。そのことに動揺するジャンは、少年プチジェルベと道端で、彼が落とした四十数効果をめぐり、 事件を起こしてしまう。この事件でジャンは再び追われる身となるが、同時にこの事件がジャンを、司教の徳く、正しい人へと改心させるきっかけとなった。その後は、償いのための人生を送るようになる。モントメイユシュルメールを訪れた時、火災から憲兵隊長の子供を助けた際に、通行証を失い、以降は、マドレーヌと名乗って、町に泊まるようになる。 ミリエルから譲り受けた銀の食器を売った資金で黒ガラス工場を作った。さらにその慈悲深い人間性から人々の信頼を得て市長になる。司祭に救われたことへの恩返しと自らが重ねた罪への償いも込めて日々事前活動に力を注いでいた。夫妻と子供3人の5人家族。1828年借金のために ガブローシュを除く4人がモンフェールメイユを離れ、パリに移り住む。最初の1年は、ホームレス状態だった。後にゴルボー屋敷のマリウスの隣の部屋に住む。ジャン監禁事件で、エポニーヌを除く3人が逮捕された。その後、テナルディエが脱獄。エポニーヌは、革命で戦死し、ガブローシュは、コゼットと共に暮らし、オカミとアゼルマは出国後モンフェルメイユに戻る。 黒ガラス工場、プチピクピュス修道院、マリウスの家族、知人 ABC のトムパトロニーコールミネット役人、兵士労働者貧民キャラクターデザインは、世界名作劇場シリーズの初にして現在まで唯一の萌え風である。CD 発売元はインデックスミュージック。OPED の歌を担当する斉藤は、舞台でコジェット役の出演経験がある。次回のシーンを背景に、 謎のコンビ、丸頭くんと僕くんの掛け合いで展開する。次回の内容にはあまり触れず、その回のストーリーの感想や補足説明が中心となる。最終回の予告で初めてその姿を披露。現場では通称、予告くんと呼ばれていた。ビッグローブの配信及び DVD ソフトの第51話に付属している次回予告では、予告くんたちが画面に登場しているが、 BS 富士での放送では別タイプの次回予告が流れていた。世界名作劇場シリーズでは通常最終回が近づくと次回予告の後に新番組予告が入るが本作品からは新番組予告がなくなった。インターネットのビッグローブストリームでも放送翌日より毎週月曜日更新で最新2話分が無料放送された。2007年6月1日 ビッグローブが本放映より2日早く22話の本編をネット上でご配信するというトラブルが起きた。2007年4月7日からは CS 放送アナマックスでも毎週土曜19時19時30分に放映された。本作品の放送に先立ちシリーズ9作の総集編世界名作劇場完結版が2006年10月から12月まで BS 富士で再放送された。本作品の総集編も、世界名作劇場完結版で、ミゼラブル少女、コゼットと題され、2011年8月に、CS 放送局のアニマックスでテレビ初放映された。他、2013年7月からは、カートゥーンネットワークでも複数回にわたり、再放送された。レミゼラブルはミュージカル作品としても有名だが、それとは別に、 本作品、レミゼラブル少女、コゼットの側を原作にしたファミリーミュージカルも上演されている。原作小説を元にしたミュージカル作品と世界名作劇場版を元にしたミュージカル作品の両方存在するのはサウンド・オブ・ミュージックとそれを原作としたトラップ一家物語に続きに例目となる。ありがとうございます。